走れ、かけ。Negyünk be! Sok bakımı, çınıge! Yeah!
ユナだ。ジン、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。あとでタカも手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。
こっち。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。
よし。後でタカも手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。よし。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。そうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。気取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。
手がある。お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父上よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。
檻だ。タカか。見に行こう。違う、タカじゃない。エナルデンガンズユムンサケヨンダ。中に入れたな。逃げるぞ。話は後だ。行くよ。
川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが、オークが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。そういえば、鍛冶屋の男を見た。若くて、ヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後、二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのは辛かろう。己のしもべにはさせんぞ。